どうも、クリストファー・スクニキです。今日は来月10月に発売されるかもしれないバッシュをいくつか紹介してみようかなと思います。ってことで、10月、2021年10月は、10月はあの NBA の開幕の日にちが入ってるということで、アメリカ時間だと10月の19日で、日本時間だと10月の20日の朝かなに開幕がされます。初戦はね、ウォリアーズ対レイカーズ、バックス対ネッツって、もうめちゃめちゃ熱い試合が見れるので、それも楽しみですね。めちゃめちゃ楽しみ。ネッツもめちゃめちゃ強くなったし、レイカーズなんてもうメンバーをもう総督会よ。めちゃめちゃ楽しみだし、まあ、ウォリアーズはね、クレイ・トンプソンは復活しないものの、まあ新しいメンバーで、まあ、ちょっとだけメンバーがイグダラが復活しましたし、結構楽しみな感じの布陣になってますね。で、これがどんな風に作用するのかはまた楽しみなところであります。ということで、まあ、10月は NBA の開幕っていうこともあって、そこに合わせて各メーカーの新作バッシュとかが出るのが、まあ、いつもの流れになってます。まあ、シーズン開幕と同時に発売するものもあれば、ちょっと 前倒して、例えばジョーダン36とかちょっと前倒して発売してますけど、っていうような、この9月10月11月ぐらいは新作の場所が多く出るので、その10月はもしかしたら多分この流れだとこの辺が出るんじゃないかなっていうのをちょっと紹介しようかなと思います。まず1個目は、ちょっと前の動画でも上げましたけど、レブロン19がもうそろそろ発売されるんじゃないかなと思います。多分9月中の発売はないということで、多分10月のどこかで発売されるんじゃないのかなと思います。結構いろんなリークが出てて注目を集めてますね。スペースジャムでレブロンがスペースジャムニューレガシーって、まあ、日本だとスペースプレイヤーズって映画で履いてるシューズになりますね。まあ、ちょっと性能とかはまだちょっと未発表の部分が多すぎるので、ちょっと簡単な解説とかはできません。ということで次、ナイキからカイリー8がそろそろ発売されるんじゃないかなと思います。カイリー8も結構ね、まあいろんな騒動あって、まあ動画でいくつか紹介してると思うんですけど、いろんな騒動があって、まあ多分このままの型で発売されるのではないのかなと思われています。ちょっと前のこの動画公開の時にどうなってるか分かんないですけど、これについての裏側をポッドキャストでちょっと喋ろうかなと思ってるので、まあもう喋ってあるかもしれないですけど、動画公開の時にポッドキャスト、オフザコーストってコースト2コーストのメンバーでやってるポッドキャストの方でちょっと喋ってるので、よかったらそれ聞いてみてください。これの裏側がもしかしたらこんな感じだったんじゃないのっていうのを、ちょっと、まあ、僕、シーツシンのりょうさんっていう方がナイキの裏側みたいなことをちょっと話してくれたので、よかったらそこをチェックしてみてください。はい。で、まあデザインはこんな感じで、まあカラーもちょっとどれが出るのか分かんないですけど、青が結構、デザインとしては多く出てますね。水色っぽいやつが多く出てますね。これも楽しみな一つになります。次はプーマからラメロの1LB1 なのかな、ラメロボール1で LB1 っていうシューズなのかなっていうのが発売されると思います。もう着々とリークが出始めてて、まあ、ラメロが履いてるシーンだとかが出ても、多分ファーストカラーはこの赤っぽいオレンジっぽいようなカラーなのかなと思います。結構ねプーマはね、性能がどうなのみたいなことを言われることが多いんですけど、むちゃむちゃ基本的にはいいので、プーマのバッシュの性能って、グリップ力よし、クッション性よしっていうような感じ、衝撃吸収かながよしっていうような感じのシューズになってるので、結構期待大です。アウトソール見た感じも絶対グリップ力良さそうだな、クリアソールだけどなっていうような印象があるので、ちょっとこれはめちゃめちゃいいシューズできちゃうんじゃないっていうふうに思ってます。これも一つ楽しみですね。次はアンダーマーからカリー9がもしかしたらそろそろ発売なんじゃないのかなと思います。カリー8は、去年は12月12日に発売がされましたね。確かファーストカラー大大のブラックみたいなこのデザインのものが去年発売、12月に発売されたんですけど、今回もうちょっとリークが始まってまして、デザインはまだ全然公開されてないんですけど、ちょっと前の動画でも言ったようにカリー8のアカリ9の、ちょっとプロモーションっぽい動きがアンダーマーから動き始めたので、もしかしたら開幕に合わせちゃうのかもしれないですね。まあ、ちょっとこれは予想はちょっと分かんないです。正直12月の方が濃いと思います。ただ10月に早まる可能性もちょっとあるかなと思います。まだデザインの全貌とか性能とか全く分かってないので、これはちょっとどうなるかめちゃめちゃ楽しみなシューズの1個ですね。はい。で、
あと、まあ、アンダーマー関連で言うと、エンビートがそろそろ出てきてもいいんじゃないのかなと思います。エンビート去年のファーストカラーは確か10月3日だ。去年は10月3日にエンビート1が、アンダーマーから発売されてます。なので、もしかしたらエンビート2が、出るのであれば、10月中にもしかしたら出るのではないのかなと思います。どうなるかな、これは。エンビートね、全然センターっぽいシューズじゃなかったので意外とびっくりしましたよね。そんな感じかな、ここ最近でバッと発売されそうなモデルといえば、まあ大体はその辺かなと思います。あと10月近辺発売されそうなシューズは今のところないですかね、切り替わりで言うと。はい、そんな感じですね。楽しみです、めちゃめちゃ楽しみですね。はい、こんな感じになるのか、またちょっと何かまたリークとか出たら動画にするので、あと楽しみにしといてください。以上です。ってことで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。解説してほしい場所とか、このバッシュとこのバッシュ比べてほしいんだよねとかあったらコメントにどんどんお願いします。あとバッシュの履いた感想なんかもコメントでいただけると嬉しいです。参考にします。インスタ、TikTok もやってるので、よかったらフォローお願いします。ちょっと前にね、アンダーアーマーさんと一緒に、バッシュのプレゼント企画なんかやったので、こういうのは単純にフォロワーがいてくれた方が、メーカーさんから声かけていただいたりするので、よかったらフォローお願いします。あと僕は普段原宿にある NBA が見られるカフェ&レストランのコースト2コーストってところで働いてるので、よかったら遊びに来てください。たまに土日とかに MS 東京にも出勤してるので、まあ、東京行ったら大体どっちかに僕はいるので、よかったら顔出してください。じゃあ今日もありがとうございました。